皆さんこんにちは。ゴールデンウィークをお楽しみの方も多いかと思いますが、山崎慎之介のカジュアルポリティクスの時間がやってまいりました。4回目となる今回は、個別のテーマからは一旦離れまして、そもそもの県議会の仕組みについて少し簡単にご説明をしていきたいと思います。私たちの生活をより良くしていくことが政治の一つの役割です。そしてそれに地域の住民が混ざわって一緒に考えられれば一番いいんですが、ただ皆様それぞれに仕事等を抱えていらっしゃいますので現実的には困難です。そこで県知事と県議会議員を選挙で選んで代わりに話し合いをしてもらうという仕組みが取られているわけです。これが県議会というところでございます。県議会では生活に関わるさまざまなことを議論をしておりますが、その代表的なものが条例の制定と予算の決定でございます。条例とは県が作った独自のルールのことでございまして、公共施設の利用料金を決めたものから消防団を応援する条例、迷惑行為を防いでいく条例など、私たちの身の回りにはさまざまなものが存在をしています。他方で予算とは皆様から集めた税金の使い道のことです。学校を運営する予算、道路を作る予算、介護を支援していく予算、また私たち県議会議員や県の職員さんのお給料、こういったものを決定していくのが県議会の大事な仕事の一つであります。ちなみに本年度の静岡県の予算はおおよそ1兆2000億円に上ります。これはこの図のように1万円札をピン札で積み上げていくと、なんと富士山の3倍の高さを超えてしまうんですね。実に膨大な金額が扱われていることがお分かりになるかと思います。この他にも県議会では意見書というものを扱っています。これは県だけでは解決できない問題について議会の要望などをまとめ、国会や国の関係機関に提出をする手法でありまして、毎回複数の意見書が可決をされています。直近の2月定例会でも5つの意見書が可決をされましたが、このうち慢性疲労症候群患者の支援を求める意見書については、私が直接患者さんから相談を受け提出させていただいたものです。意見書の可決後、再びその患者さんのもとを訪れ改めてインタビューをしてきましたので、その様子をご覧ください。こんにちは。それではお話を伺っていきたいと思います。まず慢性疲労症候群について、簡単にどのような症状があるのか、それから普段の生活をされていく上でお困りのことがありましたら教えてください。はい、慢性疲労症候群という名前から疲れが溜まっているとか疲れやすいとかサボっているとか思われがちなんですけれども、疲れが溜まる慢性疲労とは別物で、日常生活に支障が出るほどの激しい倦怠感ですとか頭痛、微熱、関節痛などたくさんの症状が長期にわたって続きます。朝起きて着替えをするだけでも息切れしてしまったり、あとは本を読みたくても本を支えている手がしんどかったり、階段を四つん這いで登ったり、重症な患者さんですと自分で食事をとることが困難だったり、歯ブラシを持てなくて歯磨きも自分でできない方もいらっしゃいます。そうですか。そうしますとお仕事をするということは難しいですよね。はい、そうですね。お仕事されている方もいらっしゃいますけれども、私も発症してからも少し働いていたんですが、遅刻とか欠勤早退を繰り返したり、会社に行くまでに疲れてしまって、働けなかったりということがあって、働くことが困難で辞めてしまいました。はい、
今回県議会で、はい、意見書を採択したわけなんですが、はい、患者さんから香織さんから見てこれからの支援のあり方、はい、ここについてご意見がありましたら教えていただきたいと思います。はい、慢性疲労症候群は障害者でもなく難病指定もなく、うん、福祉サービスや介護を受けにくいです、うん、なので病名で区切らずに、はい、患者の生活レベルに合った介護サービスを受けられるのが理想だと思います、うんうん、あとは病気についての研究がもっとさらに進めばありがたいです、うんうんはい、と全国的に慢性疲労症候群の専門医がとても少なくて、はい、もう通院だけでも大変なことなので、うんうん、各都道府県に最低1つ拠点病院があると、はい助かるなと思います、うん、はい、ありがとうございます。今回のことをきっかけに、はい、これから県議会議員としてまた実態をしっかり把握した上で引き続き、国に対し施策の展開を求めていきたいと思いますので、はい、またご協力をよろしくお願いいたします。また我が会派からは今日成長戦略の名のもとに進められようとしている雇用関係のルール、法律、この改悪、これは絶対に許さないという意味を込めまして、労働者保護ルールの見直しに関する意見書を提出し、可決させることもできました。このように県議会では、県政に関わることはもちろんのこと、国や身近な生活のことについても様々な議論を交わしております。これからも積極的に情報発信をしていきたいと思いますが、ぜひ皆様からも県政について熱いご関心を寄せていただければ幸いでございます。お時間がやってまいりました。第4回のカジュアルポリティクスはこのあたりで失礼いたします。また来月もお会いしましょう。それではごきげんよう。